ウィリアム・エドワード・ホジソン・ベリックは、大数学を専門とするイギリスの数学者で、有理数の単純な大数拡大における、大数適正数の正規定を計算するという、問題に取り組んだ。アメリカ英語の発音で、バーウィックと表記されることもある。ブラッドフォード州のダッドリーヒルにて生まれる。ベリックは、小さな私立学校で教育を受けた後、ブラッドフォード・グラマースクールに入学した。 1906年に大学進学のための奨学金を得て卒業し、ケンブリッジ大学のクレアカレッジからも入学奨学金を得て、数学トリポスの勉強に励んだ。1909年に第一部を受け、クラスで4位になった。1910年に第二部を受けた。学部時代、ジビー・マシューズの指導を受けながら、ベリックは数論に興味を持った。1911年には、 アンイラストレーションオブザセオリーオブレラティブコーポラと題したエッセイをスミス賞に応募し、同賞で2位に入賞した。この論文はベリックがケンブリッジ大学を離れてブリストル大学の助教授に就任した後に発表されたものでベリックがキャリアの中で唯一強調した論文である。ベリックは1913年にバンガー大学で講義を持ちかけられるまで、 ブリストルで教弁をとっていた。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ポーツマスの軍需発明部対空機実験家の技術スタッフとして戦争のための作業を開始した。1919年から20年にかけて、ベリックはバンガー大学の数学課長代理に任命され、その後、リーズ大学で講義を受け、1921年には、 同大学の数理解析学の学部長に昇進した。また、1921年には、クレア・カレッジのフェローシップに選ばれた。1926年、13本の研究論文を発表したベリックは、バンガー大学に戻り、数学科の学科長に就任した。1925年には、ロンドン数学協会の評議員となり、1929年には、副会長に任命され、 1941年に退任し名誉教授となった。1944年5月13日にグーインレズ州のバンガーで死去した。ベリックは大数学者であり、有理数の単純な大数拡大における大数適正数の正規定を計算する問題に取り組み、大数適正数の間を研究した。1927年にインテグラルベーシズを出版したが、これは 実用的な証明の代わりに重い数値計算を用いた野心的な内容であった。彼は16本の論文を発表し、そのうち10本をプロシーディングスオブザロンドンマセマティカルソサイティに掲載した。ベリックは背が高く声が特徴的で率直な人柄であったと言われている。地図に熱中し、各大学のクラブにも参加していた。また教育にも熱心で、 数学的な再現記事を多数発表し、英国学術協会の会合でも何度か講演を行っている。1923年、リーズに住んでいたベリックは、W.R. トーマス博士の娘である、デイジー・メイ・トーマスと結婚した。1926年に、バンガーに戻ってからは、健康を害し、この職についてからは5本の論文しか発表していない。ベリックは、 ロンドン数学会に二つの賞のための資金を寄付した。彼の死後、その資金はシニアベリック賞とジュニアベリック賞の創設に使われ、現在も授与されている。ありがとうございます。